どうも山上です。さあ浜子さんいるね。浜子さんのお店を手伝いに向かいたいと思います。君は何？当たり前おじさん当たり前おじさん。お、見かけない髪型だな。当たり前だが、ここは横浜の街だぞ。当たり前おじさんがもう喧嘩売られたじゃん。変なこと喋ってるから、浜子さんちょっとやっちゃいますわ。んー、この通り一体浜子さんの店とか言ってたよね。やり手経営者か。一つの店ぐらい任せてくれないかな。俺に店長をやる。ひれ伏した。春日相手には聞かなかった相手にひれ伏されることもあるのか。ホームレス同士で争ってもな、何も生まれやしないと思う。おー浜子さん来たよ。んー、今日もおきれっす。おう、来たかい。えい、おはようございますもう射程面おおきな、今日はもう店じまいだよ。え、もう店じまい？何時まで経営してるんだ？お店の女の子か。おーい、上のみんなも一旦出てっておくれ。なんなのよこんな時間に。従業員か。もう少し寝かせてよ浜子さん。今から掃除が入るよ。みんな夕方まで出かけてな。下が店舗で上に住み込み。いや、昨日あんた何人？5人も相手してくたくたよ。ほうほう、小料理屋ってこういうことか。そういう店か風俗店。まかないはなさそうだな。つまみ食いはできそうだけどねつってね。はあ、しっかり掃除してる。しけりすぎてホコリも出ねえよ。おい一番このティッシュ拾ってくれ。やだよ、てめえでやれよ。仕事だろ。仕事でも触りたくねえもんは触りたくねえんだよ。あ、春日くんは大丈夫か。わがまま言ってると一生ホームレスのままだぞ。俺は潔癖症のホームレスなんだアホか。実家のお手伝いでこういうティッシュにも慣れてるんだろうな。違法風俗犯罪。店長から撤退せよ。川沿いの飲食店経営者に告ぐ。こちらはブリーチジャパン横浜地区リーダー久米である。久米さん、まあ、言ってることは分かるけど自分の正義に酔ってる顔してたね。あんま好きじゃないかも。川沿いの飲食店経営者に告ぐ。こちらはブリーチジャパン。なんだあれ、知らないのか。ブリーチジャパンだよ。漂白日本。違法風俗反対。維新庁から撤退せよ。ブリーチジャパン、かっこいい。かっこいいね。いわゆる NPO ってやつだ。もう14、5年前か。すべてのグレーゾーンを白色にってスローガンで世の中に出てきたんだ。ブリーチジャパン。世の中には白黒つけがたいグレーな領域があるだろう。はい、厳密には法に触れてるが、昔からの習慣で警察も目をつぶってる部分さ、はあ、そこが犯罪の温床になっているって主張してグレーゾーンに切り込んだのが奴らさ。ブリーチってのは漂白って意味だよ、うん、グレーゾーンを漂白か。うん、横浜だけじゃなく全国に支部がある。で、そのブリーチジャパンの設立者が青木亮だ。青木亮。今の東京都知事だよ。ほう、それって町の浄化作戦をやったっていう。ほうほうほう、確かカムロ町産経作戦。大吾ちゃんの敵。うん、分かってるじゃねえか。はあ、なるほど。青木亮は時代の寵児になってテレビや雑誌に引っ張りだこ。今じゃ東京都知事だ。政界に進出するタイミングでブリーチジャパンの代表は降りたが、今でも青木のカリスマ性は衰えちゃいねえ。うん、だからあんなに若者が集まるのさ。
しかしてあいつらがここに集まった理由ってのは。浜子さんのお店、こちらの店舗は飲食店として役所に届けております。しかし2階に上がった客は食事など食べません。中井の女性が運んでくるのはお茶だけなのです。では客の男は中井と何をしているのでしょうか。それはいかがわしい行為に他なりません。近所に住む人間なら誰だって知っていることです。れっきとした犯罪行為が何十年にもわたって堂々と行われているのです。しかし働かされる女性の多くは店に洗脳され、その重大さに気づいておりません。犯罪に加担する哀れな女性をなくすため、我々ブリーチジャパンは店の撤退を訴えます。浜子さん、邪魔しんだよガキンチョどもが。ここの女たちは頑張って働いてるだけさ。頑張っていれば犯罪も許されるんですか。お前らみたいな鬼さんにどうこう言われる筋合いないんだよ。だったらなぜ飲食店として営業許可を取ってるんですか。やましい気持ちがあるからでしょう。守るもののためには仕方ねえ時もあんだよ。守るものとは何ですか。借金の返済日ですか。ローンの支払いですか。バカ野郎、お前ら体張る女たちを何だと思ってんだ。病気の親を面倒見る娘もいりゃ、幼い子供を抱える母だっていいんだよ。みんなここが最後の砦になってんだ。弱者の受け皿になってることは違いないもんな。聞きましたか皆さん、犯罪で稼いだお金で我が子を育てる女性がいるそうです。その子が将来親の仕事を知ったらどう思うでしょうか。深く傷つき親を恨むでしょう。職業なんて関係ねえ。どんな親を持ったって幸せになる子はなるんだ。じゃあ連れてきてくださいよ。風俗嬢を親に持って幸せだってお子さんを。春日君、いちいち上げ足取るんじゃねえ。さっさとここから消えな。ほらいないでしょ。風俗嬢を親に持って幸せな子供なんてここにいるぜ。いやー来るか。ちょ待って、何を構えている。2階のゴミ箱に入ってたいろんなもんの詰め合わせだ。ばらまいてやっから受け取んな。それってもしかして。そらよ。いやーブリーチジャパン、大量のティッシュの前では手も足も出ず、生活を脅かしてくるのはマフィアだけじゃないんだな。なかなかやるじゃないか一番。いやーまあブリーチジャパンの言い分というかね、ねえグッジョブサムズアップ青木亮のなお仕事ぶりもわかるけれども、そこにしかすがれない弱者の声を聞いていますか都知事。青木亮なんかキーポイント、キーパーソンっぽいな。青木亮産経作戦実行して、ピンクのライトで、そういうことでしたか。浜子さん、ブリーチジャパンの連中が偉人町でデモ活動を始めてもう 2,3 年になるかね。 あんなのが毎週のように来るわけだからね、撤退した店も随分と多いよ。浜子さんはあの子らのために踏ん張ってるんだな。あの子たちのほとんどは日本国籍がないのさ。なるへそ、不法移民の2世3世ってやつだ。ここがなくなればあの子らはどこへ行けばいい。上がりのほとんどを奪っちまうような悪質店に落ちるのは目に見えている。だったら私がここを守り通すしかねえだろう。守り通せそうなのかい。さあね、店のオーナーは私だが土地と建物は借り物さ。所有者に出てけって言われたらそれまでだよ。所有者、お前ブリーチジャパンの物騒な輩連れてるじゃないの。 BJ ブラックジャック、はい、
昼間は大変お世話になりました。アンクメ、一目見た時から気に食わなかったんだ。こんな時間にデモ活動許可取ってんのかい。いえ、デモではありません。私たちブリーチジャパンは弱者の味方です。弱者の味方です。そして時にはこういった方々も支援するんですよ。駅前のハンバーガーショップにたむろしていた若者たちです。若者ですか？本当ですか？彼らは生まれた時からファーストフードやインスタント食品で育ってきたそうです。はい。美味しい食事を楽しむ習慣もないとのこと。でも食事も大事な教養の一部です。はい。ならば彼らにもぜひそういう機会を提案してあげたい。はい。そういう思いから今夜はブリーチジャパンが彼らへ支援金を用意しました。はい。何がしたいのさ。つまりこちらの皆さんにこの小料理屋で目一杯一流の料理の味を楽しんでもらおうかと。そうきたか。考えてやがるね。料理を出せってか。おい何考えてんだ。ここにゃ料理なんて。それを言っちゃやつの思うツボだ。飲食で営業許可を取ってる以上拒否はできないよ。じゃあどうすんだよ。せいぜい支援金を踏んだくってやろうじゃねえか。私のご案内はここまでとなります。あとは皆様でご自由にお料理楽しんでくださいね。まお料理が本当に出ればの話ですが、皆様から後日お話を聞くのが楽しみです。では私はこちらで失礼します。おう。でどんなうまい飯を食わしてくれるんだ。ばあさん、クメ、夜道には気をつけろよ。クメ、クソ。でもいいことはしてるっちゃしてるんだよな、 NPO。 今夜あるのはしけたせんべいさ。1枚1万円で出してやるよ。味わって食いな。ふざけんなバーバー。おや、口に合わないかい。じゃあクッキーがあるね。ちょっとかびてるけど。乾き物。てめえこんなの食いもんじゃねえだろ。まあ私は食べないよ。でもあんたらにはちょうどいいんじゃないのかね。おい俺たち舐めてんのか。待った。よせよお前ら。俺らは客として正当なクレームを言ってるだけだぜ。そうだ、ちゃんとしたまともな料理出せよ。こら、おい、うるせえな。文句言わねえでさっさと帰れ。そうか。ほう、そうかい。つまり食い物は出せねえ店ってことだな。じゃ、支援金くれたブリーチジャパンにはそう伝えとくぜ。いいよな。よく言うぜ、最初からそれが目的なんだろう。何が支援金だ。お前ら鼻から営業妨害のために雇われたんだろう。出て行け。あ、いった、このさん、暴力振るいやがった。うるせえな、このガキ。向こうが先に手出してきた以上、こっちは正当防衛だ。袋叩きにしまえ。浜子さん下がってて、ちょっとやっちゃう。人数が多くない？ 6 人か。柄の悪い。どうしたらいいんでしょうか。一匹ずつやっていくしかないんでしょうか。そうですよね。逃げるわけにはいかないですもんね。まあ、やっていくしかないか。まずはお前からだ、ヤンキー。浜子さん見ててください。いやまあ、弱者ってな。なんか本当に上辺だけのとか、上積みだけの弱者しか見えてないんだよな。本当に困っているものを、者たちを。何も分かってないぞ、青木亮。青木亮に早く会いたい。名前が、なんかもう名前がアイドルみたいでかっこいいもんね。よいしょ、オッケー。よし、やっていこう。なんか大人数相手に効く技とか、あんのかな。ああ、もうガードが全然できねえじゃねえか。来いよ。うわ。全ガード。決めることは、大丈夫、ナンバーチ、ちょっと耐えてくれ。産経作戦、結局産経作戦でさ、損をしたのは登場会だけでしょ。近江連合はバンバンカムロ町来て、ヤクザはいなくなってないわけでしょ。堀之内と青木亮と近江連合にうまくやられたわけか。物乞いしてみていい？アイテムをねだる。行ってみろ、ほら、ねだってみろ。拝み倒しダメか。やっぱこういうのはもらえないんだな。おい、来いよ。メンチを切った。昼んじゃん。ああ、ナンバには効かない。昼間なかった。ナンバ強い子、行くぜ。おい、決めてやろうか。見せてやろうぜ、俺たちの絆ってやつをよ。弱者には弱者の戦い方ってもんがあるんだよ。見てくれ、ブリーチジャパン。おら、グレーなものをしろっていうのはな。ただ排除するだけだもんな。臭いものには蓋。大げさに白く見せりゃいいってもんじゃないでしょうがよ。オッケー。60円かしけてんな。支援金を俺にもよこせ。また強くなっちまったか。ありがとな、難波くん。おら、クメにでも泣きつきな。クソ、親父のくせに。次に見かけたらただじゃ浮かねえぞ。
なんとか追い返したけども、その元気がありゃちった親孝行に向けるこったね。しかしブリーチジャパンがここまでする連中だったとはな。ひでえな。奴らの目的ってのは本当にグレーな部分をなくすことなのかい。あの連中の大義名分は立派でも、本音は支援金もらうのが目的なんだろうね。大義名分があるとはいえ、やってることは結局いじめさ。嫌な時代だね。さてと、すっかり遅くなったし帰るか。ああ悪いね、二度も助けられちまって。いいんすよ姉さん。どういたしまして。また掃除が必要な時は呼んでよ。給料しっかりもらったのかな。んちょっと待ちね。んあんたたちホームレスなんだろ。はい。うん、ここに住まないかい。え、二階の一部屋を貸してやるよ。マジ。え、本当にいいのか。それは助かるぜ。でも一部屋潰す余裕なんてあんのか。女の子の仕事が減って金に困るんじゃ。わあ。別に私はお人よしで貸そってんじゃないんだよ。なんだ、住み込みでお掃除のお仕事。いや浜子さん助かる。でも壁は薄そうだね。お隣のプレイの声が聞こえてきそうで心配でございますが、お引っ越し。あんたたちに部屋を貸すと居住権ってもんが発生する。それが私の狙いってことよ。居住狙いって、居住権ってのが俺らにあるとどうなるんだよ。頭悪いね。すいません。あんたらはここに住む権利があるって法律的に主張できるのさ。わからねえな。わざわざそんなことしなくてもここはあんたの店だろ。そうだよ。でも住んでるところはまた別さ。すっかり仲良し。ここは単なる店舗だからね。ここには私の居住権はないのさ。そっか、なるほど。それにここの土地と建物は借り物だよ。ブリッジジャパンの連中がここの所有者をけしかけて私らを立ち退かせようとするかもしれないからね。確かにやりかねねえな。でも居住権ってのはこれがなかなか手ごわい権利でね。んー、それさえありゃ土地と建物を所有してたって住んでる人間を簡単に追い出すことはできなくなるのさ。なるほどね。俺たちが住むことで店を守る最後の防波堤になるってわけか。やっと分かったようだね。はい、分かりました。本当に住ませてくれるのか。本当に俺らでいいのか。羨ましいだろうな、店の子たちだと国籍がないから賃貸契約が結べなくてね。仕方なしさ。冗談だよ。スナックの意見を見込んでこっちからの頼みさ。分かった、住み込みのガードマンやらせてもらうぜ。その代わり途中で出ていくなんて許さないよ。ブリーチジャパンが偉人町から去るまではきっちり面倒見てもらうよ。分かってるよ、オンに切るぜ。うわあ、見送られてよかった。お家できたじゃん浜子さん。ブリーチジャパンが偉人町から出ていくことはあるのだろうかね。よっしゃ。うわあ。天井がある。お見ろ一番。天井があるぞ。天井が。おお、これが俺たちの城だ。立派なもんだぜ。最高だぜ。布団もふかふか。ふかふかか。いや、やっぱしけてんな。それくらいなんだよ。俺は潔癖なんだよ。その布団の匂いにはこの店の歴史と年季が詰まってんだよ。しかしホームレスから脱出できるなんて思ってもみなかったな。ありがとうな一番。バカ、礼を言うのは俺の方じゃねえか。ナンバがいなかったら俺は死んでたんだぜ。スーツ綺麗になったね春日君。なあ
難波って看護師だったんだろ。まあな。なんで辞めちまったんだ。病院の薬をくすねて闇で売ってたんだ。ああ、結構いい金になってよ。あ、しっかり犯罪やってた。そのうち海外の医薬品まで仕入れるようになってな。手を広げすぎたらあっという間にバレちまった。まあ、おかげで看護師免許は剥奪されちまった。ああ、だよそれ。またバカなことやっちまったな。うん、後悔してるよ。でもここからやり直しはいいじゃねえか。看護師は無理でもまた新しい目標だってできるだろう。簡単に言うなよ。そういう一番はなんか目標があるのか。え、いや、わかんねえ。ずっと追いかけてきた背中が目の前から消えちまったんだ。俺はその背中しか見てこなかったから。他のことなんて。組長さんのことか。ああ、まあお前なら何だってできるだろう。簡単に言うなよ。もう40超えてんだぜ。お前さっき俺にはずいぶん簡単に言ってくれたくせによだったな、悪い。目標か。一番よ、お前子供の頃何になりたかった。え、ああ、なんだっけな。勇者。もったいぶるなよ。照れてんのか。ええ、ガキの頃俺は勇者になりたかったな。あ、勇者。どういうこと。ドラクエに出てくんだろ、あの勇者だよそれゲームのキャラだろありえねえよもうやってるんすか。悪いかよいや、まあそんなの自由だろ。なりたいもんになりてえって。そんな夢見るくらいは自由だろ。だよな、一番。なんだよ。なりゃいいじゃねえかよ、勇者。うん、なるべきだやめてくれよ、それガキの頃に思ってただけで。でも今目標はねえんだろ。じゃあ残ってる目標はそれしかねえじゃねえか。酔っ払ったのか。大体そんなの職業でもねえし。そりゃ職業じゃねえよ。でも勇者ってのはスライム倒していつか成り上がってなるもんだろ生き様だろ。成り上がる生き様か。そうさ、お前なら今からだって成り上がれるぜ。40過ぎて成り上がりか。悪くねえな、成り上がりって生き様。一丁ドーンとかましてみっか。おお、その生きな一番。俺たちの輝かしい未来に乾杯だ。うん、未来の勇者にな。乾杯素敵うわー、でもよしよしよし、お家ができた。よしよしよし、未来なん急に物騒。松尾勘弁してくれ。今度はあの店必ずぶっ潰すから。失敗して悪かった。彼だってもういらねえから、もう一回チャンスを。コミジュル、あの邪魔した二人は俺が必ず始末する。あのままじゃあんたらも困るだろう。네가걱정할필요는없어。가게에는전화해뒀다。나머지는우리가알아서처리하지。何？何言ってんだ？あ、わかんないんだ。お前のようなクズを雇ったのが間違いだった。
죽어라. 大当たりです。 ねえ、ちょっと待って、あのさ、あの、なん、もう、ナンバと春日の乾杯で終わってくれませんか。三章、どん底の街は終わりました。コミジュル。ダメなんだよ。韓国マフィア怖いよ。怖いって。コミジュル終わりましたね、どん底の街から。うん。成り上がりか。40超えて成り上がりいいじゃない。年なんて関係ないわよね。いくつになっても目標は持つべき、そう教えてくれました。もう三章でなんか胸がいっぱいだな。本当に、あの狭いね、湿った布団の上で、男同士向かい合ってワンカップで乾杯してる、あそこでなんだろう、龍が如くセブン、カンってなっても私は結構満足しちゃうぐらいいいシーンだったな。すごい、もう好きだな、春日くんのことが。バカがつくぐらいまっすぐで不安になることはあるけれども、そのまっすぐさにな、いろんな人はついてくるんだろうし。浜子さんにお世話になりますと、いきなりいい感じじゃんね。三章でもうホームレスから脱したわけでしょ？あとはお仕事見つけて、足立さんも見つけて、なんだろうな。青木亮。気になるね。青木亮がラスボスなことある。都知事がラスボスって、都知事がラスボスっていいんですかね？都知事を殴る。ちょ、良くない気がするから違うのかな。どん底の俺たちを理解してくれる人ばかりじゃないね。始まったな。未来の勇者春日くんがどうやって成り上がっていくのか、全力で楽しんでいきたいと思いますよ。三章、どん底の街クリアです。四章も楽しんでまいりましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。